ディスカッションに参加いただく皆様を紹介したいと思いますステージに向かって右から紹介させていただきます一番右がですね先ほどご講演をいただきました我心農園里山農業課伊藤和則様でございますその隣がですねここからの参加になりますがオアシス21オーガニックファーマーズ朝市村村長の吉野孝子様でございます オーガニックファーマーズ朝市村についてはですね、冒頭の小林農政局長の講演であるとか、伊藤様のご講演でも出てまいりましたが、有機農産物により地域の生産者と消費者を結ぶコミュニティの場となっております。その場所を提供されているのが吉野様でございます。このほかにもですね、NPO 法人全国有機農業協議会理事、愛知・ 有機農業推進ネットワーク副代表など有機農業に関わる団体の養殖を務められておりますその隣が先ほど活動紹介をいただきましたですね東海学院大学管理栄養学科の学生の皆様です右からですね1年生の清水直樹さん次が同じく1年生の清水海斗さんですその隣が2年生の和志美優奈さんです その隣が3年生の遠藤舞さんです。その隣が3年生の黒田七海さんでございます。左から2番目になりますが、東海学院大学の神谷学長でございます。そして一番左が東海農政局長小林でございます。 皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきたいと思います。今日のディスカッションについてはですね、持続可能な食と脳のために何ができるかをテーマにですね、議論をしていただきたいと思います。参加者の皆様にはですね、こちらからお話をいただきたいことについて、問いかけをさせていただきますので、それに対するご自身のお考えをお願いしたいと思います。まず最初にですね、東北海学院大学のですね、 学生さんの皆様にお聞きしたいいと思います持続可能な食の脳についてという今回テーマでお話を展開しておりますが皆様ので,です、ね、イメージすることやです、ね、お考えを聞かせていただきたいと思います。これからの食と脳を考えていく上で課題と考えることであったりですね持続可能な食 と脳のために必要なえ取り組みなどについてプロジェクトにおける経験などを踏まえながらですねご自身の考えを一人ずつですね発表していただきたいと思いますまず黒田七海様お考えをお話しくださいお願いします地球が1年間に生み出す生物資源を人類が使い果たしてしまう日をアースオーバーシュートでといって毎年発表されているのですが 今年2022年は7月28日だったそうです。これは私たち人類が生物資源、1年間に生み出される生物資源を7ヶ月足らずで使い切ってしまっているということです。今の私たちのこの暮らし方を続けるとなると、今の地球が1.75個分ほどないと、1年暮らしていくことができないことになっています。 でこれを日本だけで計算するともっと早い5月6日にアース・オーバー・シュート・デーを迎えるので日本人だけではもうたった5ヶ月程度で生物資源を使い切ってしまっていることになっています世界全体で日本人と同じ暮らし方をするためには地球が2.9個ほどないと生活していけないことになってしまいますそのため私は持続可能な食と脳には生物資源を使っても 地球が回復できる地球1個分の暮らしを実現させる必要があるのではないかと考えています生物資源なんですけど今までの地球の使った資源を踏まえても地球1個分以下で暮らしていかないといけないので地球1個分以下の生活をするために私たちが何をできるかを考えていく必要があると思います。 ですが今私たちの周りには食べ物があふれていますしいつも好きな時に好きなものを買って生活できているという状況があります。ですが世界を見ると飢餓で苦しんでいる人が大勢いることは事実なのでそういうことを考えると私たちが行動を起こして多くの人に 食べ残しをしないや環境配慮製品を買うなど私たちが発信していく立場として皆さんに行動していってほしいなと思います。私たちは東海学院大学試験補助で野菜を作成してスーパーマーケットに出荷できないもので企画外野菜を使ってお菓子を製作してそれを販売するという形で日常的で身近な食に関わる食品ロスの削減を 中心にエシカル消費について啓発活動を続けています。持続可能な食と農のためには、私たち消費者一人一人の行動変容が課題なのではないかと考えています。はい、ありがとうございます。それでは続いて、同じ3年生の遠藤真理さん、お願いいたします。 私はその今先ほど紹介したプロジェクトとかやってみて思ったこともあるあって私自身料理が好きなのでキッチンカーで活動する先輩たちの姿を見て私もやってみたいと思ってこのプロジェクトに参加しました先輩たちはその単に美味しいお菓子を作るだけではなくて必ずコンセプトや思いを持って 活動に参加してお菓子などを作っています。その温室効果ガスの削減のために、フードマイレージの低い地産野菜、しかも規格外品を使ってお菓子を作っています。また、ライフステージ別に合わせた食育活動でお菓子も使って食育活動をしているのですが、その際に、例えば高齢者の方へのフレイル予防で、タンパク質やカルシウムを豊富に取れるお菓子を作っていて、単に美味しいお菓子じゃなくて、 その健康や栄養、あと持続可能というコンセプトを持って作っています。なので私はそんな先輩たちの活動を見て信念や思いを受け継いでこれから積極的に活動に参加していきたいと思っています。持続可能の食と脳についてなんですが気候変動の問題が大きな課題だと私たちは考えています。気候変動では平等ではなくてその負の影響として 例えば日々の暮らしを天然資源とかで頼っている低所得国の人たちや暮らしが貧困の中で暮らしている人々にとってはより深刻な問題だと言えます。世界中の全ての人たちや私もそうなんですが食については生活している中で一番欠かせないもので身近な存在なので一人一人食行動に意識することによって 持続可能なな食と脳につなげててていいけるのかなって思っ思ますしかし残念なことに食品ロス削減にしても一番意識が低い世代として私たち Z 世代というのも事実だと思います。私たちは小さい頃から食にあふれていて一年中時期も関係なく外界の食べ物が手に入る暮らしをしているので食や脳の意識が低いのかもしれません。 だからこそ私たち Z 世代が自ら進んで行動することで持続可能な食と脳につなげていけるのかなって思っています。フードマイレージの低い減らすように持続可能な食と脳につなげていけるように地産地消の暮らしや買い物をしていったり有機農産物を選んだりあと郷土の食文化である日本の和食 でお米を中心にした食生活をして食品ロス削減にも意識していくことでほんの小さいことでも身近なことから続けていくことによって持続可能な食と脳につなげていって結果的にその脱酸素につなげていけるのかなって考えています。 それでは続いいいて2年生のです、ね、シミユナさんお願いいたします私は白川町の出身なのですが、大学の授業で高齢社会白書について学んだ際に、自分の地元である白川町が将来消えてしまうかもしれないといった危機感を持ちました。そんなまあ地元の白川町のために何かしたいという思いからプロジェクトを始めたんですが、 少子高齢化については白川町だけの問題じゃなくて日本中の問題であるのではないかと考えています。特に日本の高齢化は世界に類を見ないスピードで進んでいますし、そういった中で私たちの将来はどうなってしまうのかといった不安や危機感があります。 私自身持続可能な食と農には温室効果ガスの削減が重要な課題だとは思っていますが、今回プロジェクトを通じて少子高齢化の問題も非常に大きいのではないかと考えるようになりました。白川町で茶の生産量が年々減っていっているのは、 農家の方の高齢化だったり、後継者がいない後継者不足だっていうのが原因の一つですし、こういった少子高齢化に加えて、最近の長雨や洪水などの気候変動が農業へ与える影響も大きいのではないかと考えています。こういった影響がさらに大きくなれば、誰が農業を続けてくれるのかや、将来、食料が安定的に得られるのかといった不安があります。またこのような問題がある中で 世界人口は今世紀末には110億人を超えるといった予測もあり、日本は食料自給率がカロリーベースで38%ととても低い国でもあるので、そんな中で自然災害で世界が食料不足になったときや、新興感染症などのパンデミック、あるいはウクライナ情勢などが重なった際に、果たして食べ物を日本に輸出してもいいという国がどれだけあるのかといったところで、将来の食に不安を感じています。 また最近ではスマート農業などの取り組みで農作業が省力化でき人手不足などの問題を解決して農業技術の継承をスムーズにすることができるそうです。これによって日本の食料自給率が上がったり持続可能な食と農が可能になるのではないかといった期待があります。ですがこの農業の AI 活用などは高齢化している農業者の方には課題が大きくハードルも高いし資金も 多くかかってしまうといった問題もあるので、少子高齢化が進んでいる日本においては、こういったものは課題も大きいのではないかと感じています。以上になります。はい、ありがとうございます。続きまして1年生のですね、清水海斗さん、お願いいたします。そうですね、私は地球温暖化防止の対策をしたいと思って、岐阜西流クールチョイス学生アンバサダーとして様々な活動をしています。 気候変動に関する政府官パネル IPCC の第60報告書でも人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことに疑う余地はないと断言されたことを知って何か自分にもこう具体的に取り組むことができないかという思いから千場地区が6年前から始めたプロジェクトに参加しました今ではこのプロジェクト以外にも有機農業をやってみようプロジェクトチームにも入って活動しています緑の食料システム戦略の話を伺ってやはり脱炭素化など 環境負担の少ない食料システムの構築が持続可能な食と農業には大事なんだと思いました。ただ私たちも有機農業を始めたばかりで、有機農業の補助は今までの補助と比べて、草取りのほか維持とか管理がとても大変で、私たち大学生24名がいてもとても大変だと感じたのに、少子高齢化の日本でどのようにして2050年までに25%まで有機農業を増やすのだろうかという疑問も持ちました。果たして2050年までに間に合うのかなとかや、 の不安に関しますしもし間に合わなければ本当に持続可能な食と農の実現ができないのだろうかという期間も同時に感じていますまた有機農業で育てた作物は現在は残念ながらお店で買える種類も少なくまだあまり流通しないようにも感じています価格も高くて正直学生の生活費で購入するのに勇気がいります頭では脱炭素に貢献したいと思っていてもなかなか手が出せません 消費者が求めなければやはり販路の拡大というものにもつながらないんでしょうし何か価格を安定化させる手立てはないのだろうかと思いましたありがとうございます最後にですね、清水直樹さんお願いいたしますはい、私がプロジェクトを開始したのは先輩たちから話を聞いて興味を持ったからというのがきっかけで先輩たちが楽しそうに活動しているのを見て自分も捨てるはずだった野菜くずから土を作ったりしてというのに興味を持って 野菜を育てたいといと思いから始めました。始めてみると農業は本当に自然との調和がとても大切になっていて気候変動から大きな影響を受けやすいということをとても痛感しました今年は長雨が続いたのでさつまいもや人参の出来が悪くて出荷ができませんでした先輩たちの話によるとトウモロコシなども野生動物などに全て食べられてしまって収穫ができなかったという話もあったそうで農業は本当に自然との共生というか がとても大切になってくるんだなと感じています。最近の地球温暖化に伴う異常気象や洪水など、私も持続可能な食と農にはやはり気候変動が大きく関わってくるのかなと感じています。実際気候変動によって岐阜県特産の冬柿の色づきが悪くなったり、田植えの時期が遅くなったりと、農業にも様々な影響が出ているとの話も伺いました。 最近脱炭素という意味でも有機農業に興味があったので有機農業やってみようプロジェクトにも入って活動していますがやはり作業量の多さだったり虫の多さコオロギやイモムシクモなどの虫の多さにはとても驚きました最近は昆虫食などの話題もよく耳にするんですけど先日大学付属の幼稚園の近くで昆虫食の自動販売機を見つけたのであのイモムシやあのコオロギを試しに買ってみたんですけど、まあ、なかなかの見た目で 食べてみたんですけど、特に味はそんなに大丈夫そうでなんかエビのような味がしたりとかしたのでぜひ、まあ、皆さんも興味があれば食べてもらいたいなと思うんですけど環境低減という意味では今後やっぱり昆虫食っていうのは栄養素の一つになってくるのかなと感じたりするのでぜひ皆さんも <laughs> 食べていただければ。 で未来の世代には食料生産だったり食事上はどうなっているのかなと不安も感じるところもありますがやっぱ大学生として一人一人自分たちが考えてできることから始めていきたいなと思っています以上ですはいありがとうございますで非常に皆様の発言の中で気候変動とかですねそういう言葉がたくさん出てきてすごく皆さん考えて頂い,いているんだろうなというふうに、えー、思いましたし 特に Z 世代の方のですね食と脳の意識が低いとおっしゃられていて、どうやって情報を発信していくのかという形で、まさに Z 世代の方から真剣に考えていただいて、自分ごととして発信していかなければと言っていったのが、すごく興味深いなというふうに思っております。それではですね、今日で来ていただいている方々にお話を聞きたいなというふうに思いますけど。 今、学生さんのお話を聞いて、ですね中には意思表示みたいな、これから頑張っていくんだということを言われましたけど、今の学生さんの発言に対して、伊藤さん、日頃からですね農業を実践されている立場として、感想やご意見などを聞かせていただきたいと思いますけど、それで伊藤さん、お願いいたします。はいいい本本当当皆さんんの発表を聞てて感動してるんですけど本当こう思いととかかコンセプトとか 発表ではこうデータとかも使って、すごい分かりやすい説明で、こんな若者がいればですね、日本の未来明るいなと思いながら、聞いておりました。このプロジェクトチームっていうのは、学生さん全員が関わっていることなんですかそれとも有志でやってるんですかそうですね。まあ、プロジェクトチームはいろいろあるんですけど、やっぱりみんな、 先ほどスライドで話したように、こう有志で集まってもらって、うん、僕のプロジェクトも有機農業もそうそうですけど、あの時間が空いている管理用学科の学生の皆さんが有志でこう集まっていただいて、みんなでこう協力してやっていくというような感じになっています。うん、そうです。すごいですね。僕ね自分の大学時代を思い返すと、トンネルサークルで過ごしたのに、なんか本当すごいなと思って聞いておりました。今勝海さんの方からも言われてましたけど。 今回テーマが「食と脳」というお題なのにえ皆さん何でしょう周りのことだけじゃなくて地球規模まで考えてるっていうのが本当すごいなと思って聞いてたんですけど、まあ、一つその農業の現場から考えていくと今地球温暖化とか気候変動とか本当にまさに僕も13年やっててちょっとずつひしひしと感じてるところなんですけど一方でですね食と農って 実はこう地球をこう再生させる可能性のある分野だと思っていてご存知の方いいかな「ドローダウン」っていうです、ね、本が出てるんですけどそこにはドローダウンっていうのは CO2 をさ2000例えば1990年レベルで下げましょう何パーー下げましょうということではなくて減少に転じる時点どんどん CO2 がも,うもっと下がっていってでさっき、ね、地球1個分の暮らしをしたいっていう話もあったんですけどそうううに CO2 がどんどんこう下がっていく。 地点を目指すっていうのが、まあ、一応ドローダウンって言われてるんですけどその中に CO2 を削減する効果があることが結構紹介されてる本があるんですけどその中でですね結構食と農が貢献率っていうか寄与率が結構高いんですよ食品のロスを削減すると年間こうすごい CO2 を削減できますよとか例えばですねバイオタンっていって炭を使って農業をやっていくと それが CO2 を削減するのに役立ちますよとかですね。なので、もし興味ある方は、ドローダウンで弾いてもらったり、図書館にあるかな、見てもらうと、結構意外に食と脳ってあのアプローチがこうあるんだなっていうのが分かるんですね。で、その一つで、僕、まだちょっと実践できてないんですけど、サステイナブルの一歩先のリジェネラティブっていうですね、再生させようっていう考え方があって、それは実は、 農業って土地が、土が見えていると、土が見えたり、トラクターで耕しすぎちゃうと、せっかく土の中にたまった炭酸ガス、まあ、ゆくゆくは CO2 になっていくんだけど、それが外に放出されてし,しまうんですね。だから農業をやっている限り、どうしても CO2 を排出してしまうんだけど、その CO2 をあの畑の中に閉じ込めて、CO2 を逆に減らすことができる農法っていうのが、今、結構世界的にも注目されていて。 それを環境再生型農業とか、リージェネラティブオーガニックとかって呼ばれてるんですけど、それはできるだけ耕す回数を減らして、土を見せずに多様な植物、さっき、えー、とコンパニオンプランツを使えないかなっていう意見も出てましたけど、いろんな植物を畑の中に植えることによって、空気中の炭酸ガスがあの光合成でね、CO2 使うので、それで土の中に残って、 やっていくってていいくう農業はですね結構アフリカとかアメリカとかヨーロッパの方でもちょっとずつ広がっていて、まあ、日本だとねこうあの自然農みたいな形になっていくのかもしれないんですけどそういったあの農業をやりながら地球を再生させていくっていう方法もあるので、まあ、僕もそれちょっと今ごく関心を持っていて調整したいんですけど、まあ、一方でね日本の場合は雨が多くてとてもこう草がね さっき雑草が大変だったって話もあったと思うんだけど雑草の管理とかねそういうのは難しい部分もあるんだけど逆に水が豊富にある国なのでそういったね生物作用性も多いしなんか可能性があるんじゃないかなと思っています僕、まあ、白河町から来たので白河町ちょっとひいきしちゃうんですけどそういうね少子高齢化と環境のことと、まあ、いろんなこと活動されていてとってもいいなと思っていてお茶ってこうすごく皆さんお茶畑ってこう かまことでなって美しい景色があるんですけどそういう景色を作っているのって実は地元の方の日々の暮らしがあってあの皆さんがこう思い浮かべる美しい景色っていうのは残っていてそういう文化的なことだったりこうああ美しいなと思うことだったり皆さんの美,美意識っていうんですかね、まあ、そういうのも食とか農とかっていうのは関わっていてなのでその白河町を残したいっていう取り組みが。 日本の里山の景色を残していくっていうこともになるので、とってもいい取り組みながらぜひ何か一緒にねやれるといいなと思ってあの聞いておりました。ありがとうございます。いろんな情報を提供していただいて、これから考えていくテーマがすごく見えてきたんじゃないのかなというふうには思います。次にですね、あの吉野さんにお聞きしたいと思います。吉野さんは朝市村とかですね、食と農をつなぐ まあ役割を担当されているんじゃないのかなというふうに考えますけども、今の学生さんの発言についてですね、生産者と消費者、まあ、をつなぐ、食とのをつなぐ立場からですね、ご感想やご意見なんかをいただきたいと思います本当に皆さんの発表が素晴らしくて、これだけやりやってくださってるんだったら、これからぜひ皆さんも農業分野に入ってきてもらいたいなと思いました。農業って 農家だけで成り立つものじゃなくて JA さんもそうですし私たちみたいなこう周辺でサポートする人間っていうのがすごく必要なんですね。皆さんたち農家にならなかったとしてもそういうところでサポートしてくださる立場になってくださったら本当に心強いなと思いながら今日伺っていました。課題にににななるることををししっかり炙り出してでベースになる情報を丁寧に リサーチして本当にいい発表だったなと思いました最初の和紙さんですねお茶の二種類だけなんですけど美味しくいただきましたありがとうございます二番茶であそこまでバランス取るのはすごく苦労されたんじゃないかなと思います良かったですそのバランスがとっても良く仕上がっていたなと思いました白和町私も関わって十年 ぐらいではもっとかな10年以上になりますねなんですけど実は移住者とか収納者は増えていますそこだけは増えていますただ高齢化率が高いので自然源で高齢化高齢の方がまあ亡くなりになって人口の減り方は激しいですけれどももっと移住したいという人がたくさんいるんですけど、今ちょっと家が足りないっていうこともあってなかなか進まない部分が あるんですねだからその移住した人が増えてるってことは私はすごく今後を楽しみにしてるんですけれども今日お話にあったお茶白川町でお茶を中心に取り組んでる新規の人っていないですよね。そういないんですなのでぜひその辺も次あのそういう人が出てくるようにねサポートしていただけたら、ね、とっても楽しみです。伊藤ささんも3年じゃされてますけど それが本当にもうちょっと、本当に、はい、多いんですよね、茶畑の廃棄がそうですね、さっきの発表にもありましたけどね、二、ねうん、番茶も出荷せずに、彼だけ、あの田舎っていうのは近所の目が厳しいので、ぼうぼうに食とあの近所の人にこうあれだからって言って、もう本当に枯れだけ買って、そのまま土に返すっていうことも結構あると聞くので。もったいないですよね、その辺をなんとかできるように、ね、したら、もっと違ってくるかなと思います。 この辺サポートしていただけるとぜひ楽しみなのでよろしくお願いします遠藤さん本当に多分あの単年度じゃなくてずっと継続してるからこそだと思うんですけどよくこれだけのことを多層的にあの取り組まれているなともう本当に感心しました地産地消の大切さっていうのもしっかり伝わってきましたし一種類じゃないいろんな取り組みをすることによっていろんな人を巻き込めるっていう それのいいい例じゃないかななと思いながら伺っていいまましたありがとうございますそれから3番目のダブル清水ですかね。お二人。とにかく基本のところがその残さないで食べきるっていうの、ね、本当大事だと思っていて、だって、ね、多分残さないで食べきったら大学の生ごみは40%減るわけですよね。この数字すごく大きいと思います。だから皆さんそこを意識して。 残さないで食べるということをしっかり守ると半分まではいかないかもしれないけど全然違ってきますよねそれからコンパニオンプランツもあのいろんなもあるんでぜひ取り組んでいただけたらなと思いながら伺っていましたありがとうございますそして黒田さんお昼ご飯に比較外のお野菜を使ったお弁当をいただきましたとても美味しくいただきましたあれだけのものができるというのはすごいですよね とてもなんか満足していただきました。ありがとうございます。皆さんの話の中にすごく出てきたのが有機農業っていう言葉だったんですね。で、勇気って伊藤さんおっしゃったように。私は100人いたら100通りの有機農業があるって言う。風うに言ってるんですけど、同じことを。伊藤さんはと農家の数だけあるって。本当にそんな風なので、いろんな。農家にのところに行って見せてもらって。 学び取ってていいいたただくのののも一つかなと思いますすその土地にあっっ有機農業っていうのがあるんですよねこれやれば絶対できるっていうんじゃなくてここだとこういう方法がいいかなとか土とかその気候とかそういうのもあるのでそういうものをよく観察してそこにあったやり方をやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思いましたそれからもう一つよく出てきたのが郷土料理っていう言葉ですけれども これ本当に地域で暮らしてきた先人がその地域でできるものを上手に活かして作る料理なので、まあ、本当知恵の結晶みたいなもんだと思うんですね。今本当に作られなくなってるんですけど皆さんも郷土料理って今日いっぱい言葉が出てきたのがすごく嬉しかったんですけどそこをもう少し意識して若い力で広げていっていただきたいなと思います。そしてて私は今日やっっぱり地域の農家と直接つながって それで食べ続けてくださること、それがすごく農家の力にもなるし、農業の、農業を投資する力にもなるので、やり続けていただきたいなということと、私は、まあ、朝市やってて、あさっき話出てましたけど、有機の野菜がたくさんの種類が揃っているのが、うちの朝市なので、うん、ぜひ一度お越しください。そこの近くにこんな学校があったら、本当に連携できたらすごく、 ね大きなことが広がりが生まれるんじゃないかなって思いながら皆さんのお話を聞いていました本当に素晴らしかったですありがとうございましたはいありがとうございますここで会場の皆様からですね何かご質問とかご意見とかですねそういうものを2,3お聞きしたいなというふうに思いますので何かご質問ご意見がある方は挙手していただいてですねお願いしたいなというふうに思うんですけどもどなたかございませんでしょうか だから後ろに何かにんが見えますけども <laughs> あの、にんじんの方にお願いします。鏡原の企画外人参です <laughs> 今日の発表をお聞きして、素晴らしいなと思ったら一つ最後の話ですね、黒田さんでしたかね、最後の話の中で。最後のご発表の、えー、実際の成果が出てたということがありまして、3年後ですかね、SDGs を実際行っているかというのは、かなり増えてましたよね、ね実際の成果として。 でやはりね、SDGs は知っているのではなくて、実際やっているというのが実際の大事だと思うんですよね。実際、工藤さんたちの活動の中で成果が増えたというのは実際、具体的にどういうことが成果として現れたと思われますか質問ありがとうございます。やっぱり食品ロスで一番多いのが食べ残しとか、食材をそのまま廃棄してしまうというところなので、学校で行ったサルベージパーティーといったものが、 いろんな人から余り物などを持ってきていただいてそこから新しい食事をみんなで楽しみながら作ってそこで食品をっ使っていったのが結果につながったのではないかなと思います。 ありがとうございます。非常に大きなスケールの話もあったんですが、こういう小さいことをコツコツとやることによって、たくさん皆さんが実際のやろうかと、どんどんじゃなくて、実際の行動変異を起こすということが大事だと思うので、そういうね、実際皆さんがやれることを実際にあの、ね、行わせてみようと、実際に小さいことからやろうかというのがいいんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。その他にごご意見ご質問等があればお願いいいたたた。ししししままます。ます。石田と申今日のどかく拝聴いたしました小林東海 農政局長様に質問です。有機農業はなかなか課題も多いと感じましたが、2050年に有機農業の割合を25%にするというのは実現可能なのでしょうかいします。はい、ご質問ありがとうございます。正直言ってですね、なかなか難しいと思ってます。かなり高い目標ではあると思っておりますが、やはりですね、ここで。 できませんということは申し上げるつもりはなくてですね、そういう高い目標に向かって、我々はですね、できることを少しずつやっていく、こういうことを考えています。現状ではですね、なかなか消費者の方々からですね、選んでもらえないという問題がありますので、そういう、それをですね、買ってくれる方々にもですね、ご理解いただくようなこともやっていきたいと思ってますし、また一方でですね、生産の現場でもいろんなですね、新しい技術をですね、開発し、それを現場にですね、入れていく、そういったこともやっていきながらですね、 少しずつ前にですね、推し進めていく、こういうことをですね、やっていきたいと、このように思っております。ありがとうございました。最後に指名応の方に進んでいきたいと思います。次にですね、ご意見伺いたいのはですね、東海学院大学の神谷学長にお聞きしたいと思います。教育現場の立場としましてですね、持続可能な職と脳にどのように取り組んでいくのか、今後ですね、こういうことに取り組んでいきたいっていうようなことがあればですね、ご,ご発言をお願いいたします。 貴重のでございます本日は本学の管理用学科の学生に専門学習を通じての日頃の取り組みにつきまして発表する貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございます何よりもですね、まあ、質問の前になんか長いんですけれどもこの学生の実質的で実践的な学びは日頃よりご支援ご指導いただいております東海の政局様、伊藤県様、神原様、美濃鴨様 白川町様、JA 岐阜様、JA 全農岐阜様に加えまして、本日お越しいただきました伊藤様、吉野様、今、貴重なお話いただきましたけれども、地域の皆々様の実践力やご理解、ご協力によって実現できていると思っております。非常に日頃、感謝しております。この場分かりまして、まずお礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。さて、ご質問の方ですけれども、 本学の管理栄養学科の学生は、見学の精神に基づきまして、先ほど活動報告でも触れましたように、地球温暖化に伴う気候変動や世界人口の増加、持続可能や食との少子高齢化時代の私たちの生き方など、様々な問題の解決法を探るべく、専門の栄養学でございますが、お土台にしまして、国際的な視野で捉え、創造性と、 行動力豊かな学びの実践活動を地域で展開してててくれていると思っております本学ではですね先ほどから出ております食のそしてあの環境ですねこの3つは非常に密接につながったものとして捉えるべきものと考えておりまして学科でも先ほどございましたけれども2017年度から先ほど出ておりませんでしたね 食の環境マインド育成プログラムというものを企画実施しまして、まずは地球環境というものを広く学び、そして食の専門学習の中に、脳に関連する学びを組み込むなど、SDGs の推進やサスティナビリティについて、問題解決を含む実践的な学びを展開してきております。でまた、この令和4年度からですが、今後の取り組みになるかもしれませんけれども、 栄養士、寒冷用士、臨床検査技師養成のための学科の専門学習に加まえまして、脳に関する学びをさらに深めるために、アグリビジネスプログラムというものを新たに導入いたしまして、栄養、そして健康に関わる専門知識を生かした私たちの食というものにつきまして、農産物の生産から加工、流通、消費まで、 総合的な基礎知識や技術を身につけ、そして農業経営や食品産業のコーディネートを行うことができるような、そんな人材の育成を開始しております。日本国内のみならず、ね、世界の環境問題や食料問題っていうのは、非常に厳しい局面を迎えつつあると思います。本学の管理漁学科におきましては、今後こういった人材を育成していくことで、すべての人々が、 体に良い安全な食品を取得できる食環境づくりを進め、そして少子高齢化社会に生きる人々の健康寿命の延伸などを通じまして、持続可能な社会の実現にも貢献できるのではないかと考えております。大学としましては、この学び、実践、チャレンジする本学の管理学の学生を全力で支援していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。これからの学生さんがなんかいかにも成長していく姿が見えてきたような気がいたします。どうもありがとうございます。それでは最後にですね、まあ、締めも含めましてですね、総括して、今までの皆様からのお話を総括していただきまして、東海農政局長小林の方から感想と発言をお願いいたします。はい、農政局長の小林でございます。 私ですね、冒頭の皆さんにですね、農業と食についてですね、考えてほしいんです、そして理解してほしいんですということをですね、申し上げましたで。本日ですね、いろいろなお話、発表がですね、あったと思います。お聞きになったですね皆さんもですね、いろいろと考えるところがですね、あったのではないのかなと思います。私も今日ですね、いろんなお話を聞かせていただきまして、いつもはですね、未来のことを心配して、いろんな施策をですね、講じるということを日々考えるわけでありますが、 今日はですね、非常に未来は明るいなと、このようにですね、感じました。とてもですね、心強く思ったところでございます。本日のですね、テーマはですね、持続可能性ということでですね、発表なり、議論をですね、してもらったわけでございます。持続可能性に向けては、さまざまな取り組みがですね、あるんだろうと思います。皆さん、いろんなことがですね、できるんだろうと、このように思っています。今日の発表の最初はですね、まあ、伊藤さんからですね、下にご自身がですね、サラリーマンからですね、 実際に収納されて、そして有機栽培されていると、そしてお米やですね野菜などですねいろいろ作られているというお話をお伺いしました。そして、ですね持続可能な農業についてですねご自身のお考えなどもですねご披露していただきました。多分ですねいろんな答えがあるんだと思います。皆さんもですねいろいろ考えていただいて、そして自分なりのですね持続可能性もですね考えてもらえればと、このように思った次第でございます。吉野さんにはですね おそらく学生の皆さんがですね、生まれた頃から朝市をですね、引っ張ってもらっているということでございまして、ですね、この朝市というのはですね、非常にあの有機農業にですね、取り組まれている方々のですね、販売先としてもですね、大事でありますし、実際にですね、自分の作ったものをですね、そこで売って買ってもらった方のですね、生の声を聞く、そういう意味でもですね、非常に大事なものであります。 そういう意味では、ですね、今後も長くですね、ぜひともお願いしたいなと、このように思っているところではあります。学生さん方からはですね、4グループから発表いただきました。皆さん、非常にですね、いろいろ問題意識をお持ちになられてです、ね、でいろいろな取り組みをなされていました。特にです、ね、いろいろ勉強されているなと思ったのは、ですね、農水省、そしてですね、わが国のまあ行政機関、いろんなところのです、ね、いろんなデータもですね、引っ張ってこられたので、ですね、非常に学ばれている。 あの頭が下がる思いでいろんなですね発表をお伺いしました。そして、ですね実際に今日発表になったです、ね、いろいろな先に学生さんがですね作られた野菜とか、ですねあとお茶、にんじんが入ったですね焼き菓子とか、ですねあビビンバなども今日ですねべて事前にですね食べさせていただきました。非常に美味しいものだなと思ってですね頑張られてるなと思ったところでございます。また発表の中身ですね、具体的には最初の和塩さんはですね、 必ずしも現場では十分ですね、活用されていない2番車、これを使ってですね、新商品を作るんだという頃に頑張られてました。そして2番手の遠藤さんはですね、地元特産の人参を使ってですね、新しい商品をですね、いろいろ作るんですというようなことだったと思います。そして3番手のダブル清水さんたちはですね、堆肥を作り、それをですね、自治体農場に入れてですね、農業体験する。 おそらく実際にですね、農業体験すると、いろいろです、ね、今まで分からなかったこともですね、生の体験で分かってくるんじゃないのかなということでですね、非常にいいことだなと思ってさせていただきました。そして4番手のですね、黒田さんはですね、客外の野菜をですね、販売するとかですね、食堂で利用します、そしてですね、お菓子も作りますとかです、ね、いろんな取り組みをですね、なされていました。 またですねあの皆さん消費者の方々もですねおそらくいろんなことがですねやっていけるんだと思います <laughs> 実際にですね物を買うときにですねどういったですね生産方法でですね栽培されたものであるのか売られたものなのかそういうこともですね考えながらあの消費生活をするという意味でもですねあのできることはあるんだろうと思いますおそらくいろんなですね取り組みがあるんだと思いますぜひとも皆さんですねできるところからですね いろんな取り組みを考えていただき、食について、農業についてですね、考えながら、今後もですね、あの生活をしていってもらえればなと、このように思ったところでございます。本日は誠にありがとうございました。